ロケッパの無敵がめっちゃ長いっていう。あ、はい。なんか、そっか、電磁も抜けれるからみたいなの。へ、あ、じゃあギガスはなんか間合いが、はい、吸い込む間合いはあるけど、ね、無敵時間的にはそんなに長くそんなにないみたいな。知らなかった。よく知ってるね。俺全然知らなかったよ。今度弟子入りしていいですか。何言ってんすか。富に何言ってるんですか。サネさんって言わないといけない。やめてくださいよ。さあ続いて登場がバルニャンさん。ちょっとでもあれですね、僕 1P チームなので頑張ってほしいですね。そうですね、ここはちょっと柴田さんグイグイ来てるんでね。2人抜かれてますからね。そう、ちょっとやっぱりね、あの辺の大位置がね。いやでもあれなんですよ、バルニャンさんもなんか最近、はい、シーマさんリスペクトじゃないですけど入ってきてますよ。 あれちょっとシーマさんの匂いがしてきた。匂いがしてきましたね。あ、本当？まあでも香ばしい感じがね。なるほど。あ、そこ様打つの、はい、みたいな。 ルグレを深めに当ててからの、はははははは、ポーンってで、あれ深めに当てるとね、はい、投げしたくなるんだけど、ね、微妙なところだと刈り取れるみたいな。そう、暴れがね勝つんだな。お、いいよ、しっかりタメが残ってて、さあカラジャン、さあいいよ。こういうのですね。そういうことですよ。これ今は亡きシーマさん、シーマさんのちょっと匂いが、あ、いいよ、そのカラジャン投げとカラジャンサマーのなんか変なタクになってんだ。強にタクが、お、うまい、うまい。さあこれはバルニャンさん、さあこのタイムリード、ここから安定モードですね。離れて、そしてゲージもある。あ、うまい、うまい。おー、これは確定か、しっかり。さあ続きまして高橋さんお願いします。高橋さん早すぎじゃないですか。高橋さん 早すぎじゃないですか。いや大丈夫。